哲学の貧困は、カール・マルクスが亡命先のベルギーで1847年に発表したピエール・ジョセフ・プルードンの著書、経済的諸矛盾の体系、あるいは貧困の哲学に反論する目的で、フランス語により執筆された政治経済学に関する哲学書である。マルクスの著作としては唯一、フランス語で書かれた書き物である。第一章。 科学的発見使用価値と交換価値の対立構成された価値と使用された価値法律の適用と価値の比率第2章政治経済学の刑事上学方法論分業と機械競争と独占所有すなわち時代同業秘免と労働者の団結本庁はプルードンが貧困の哲学で扱った古典派経済学や方法論を踏まえた上で プルードンに不十分と考えた点が議論されている。第2章の方法論では絶対者と無限を扱うヘーゲルの大論理学も引用し、プルードンが試みた政治経済学のヘーゲルの弁償法による分析を深める試みを行い、ブルジャージーの富の生産とプロレタリアートの貧困の生産の要因となる生産関係について考察している他にも常与価値には言及していないものの、 後の主張、資本論の先駆けとなる、労働価値説も展開している。とりわけ特徴的な点は、プルードンが生産しないブルジョワ層から課税し、労働者の貧困の削減に寄与できると考え、導入を主張した消費税に対する反論、すでにアダム・スミスの経済理論に由来し新しいものでない、点やストライキを賃金の上昇と物価の高騰を招くがゆえに、 違法とした、プルードンの説を、当時イギリスでは解禁された、結社法なども踏まえて、現実の労働者の闘争を帰り見ないものと反論し、むしろ、賃金上昇が資本化の機械導入を促し物価は、下落するとした。最後は、プルードンの友人でもあったフェミニストのジョルジュ・サンドの、戦いかしか、血まみれの闘争か無か。これは避けられない問題として、現として提示されている。 という言葉の引用で締めくくられている。哲学の貧困、第2章1、最初の考察。哲学の貧困、第2章1、第7及び最終考察。プルードン、経済的諸矛盾の体系。あるいは貧困の哲学第7章。警察あるいは租税。哲学の貧困、第2章3、競争と独占。哲学の貧困、第2章も、同盟企業と労働者の団結。 ありがとうございます。